長くん、ありがとうございます。贈り物、今年もいただきました。ホワイトデーの贈り物の意味、気になったのでいろんな人に聞いてみたんですけど、なんだか聞く人によって意味が少しずつ違ってですね、結局よくわからなかったんです。だから団長くんがどんな意味で贈り物をくれたか、今年もわからないままですね。気にしなくていいんですか？なるほど、確かに贈り物をくれたという事実だけは変わらないものですよね。ありがとうございます。団長くんのおかげで悩みが一つ解決しました。